デジタルはやっぱりまだそのアナログほど、なんていうんですかね、直感的に思った線を一発で引けないというか、やっぱその誤差が若干やっぱあるので、そういう部分を埋めるためにもトライアンドエラーは必須かなっていう気はしてます。
とりあえずペン入れ終わりです。カラーなんでそんなにその線質が目立たないんで、結構その時間短縮のためにそこまではこだわらなかったんですけど、モノクロだとその線の綺麗さって目立つので、1回のストロークを大事に勢いつけて引いて、まあ、デジタルなんで微調整できるので、まあ、そこは信頼して力の抜けた綺麗な線を心がけてるはいます。じゃあ線画ができたので、色を塗る用のソフトであるクリップスタジオを起動しまして、線画をドラッグして持っていけば読み込んでくれるので、一応モノクロの時は、解像度というものを 600dpi という数値で書いてるんですけど、カラーだとすごく重くなっちゃうので、まあ、350ぐらいでいいとは言われてるんですけど、僕はなんかちょっと不安なんで400ぐらいで書いてます。過去に書いたものとかを持ってきて、ここから色を取って合わせていきます。途中で分かんなくなったりするので、光源を書いておくと、まあ、間違えたりしにくいかな。
なんかソーマは結構その髪の毛がトゲトゲしてるので結構難しいんですけど、流れを掴んだりするのが、その明るいところと暗いところの差が明確になるように、でも完全にその2つに分かれてるっていうよりは、まあ、中間色をもう一個設けて複雑さを出すみたいな感じでやってます。さっき下地を作っておいたんですけど、その黒目だったら黒目の形に沿って、でこれにそのクリッピングっていう機能があって、これをすると、このさっき置いた下地の範囲しか塗れなくなるっていうのがあるんで、はみ出しとか気にせずガリガリ塗れるよっていう、そういう便利な機能があったりします。肌を塗るってなった時に、その光源との間に髪の毛があるとか、そういう落ちる影をまず描いていくようにはしてます。基本塗る時は一番濃い影から塗っていくようにしてます。全体の印象が描く、まずやっぱ一番強い色なので、ハーフトーンを描く前にやっぱその印象を大体こんな感じかなっていうのが分かりやすいというか、
このレイヤーっていう機能があるんですけど、でその階層っていうものがあって、この今塗ったこの影に対して上に1個作って黒とかで塗ると、まあ、下の色は反映されず塗りつぶせてるし、これを入れ替えてやると、まあ、こんな感じで、その上下どっちが前に来るかによっていろいろな効果が使えるんですけど、最終的にはそのまとめ結構その整理しちゃうんですけど、その描いてる時はもうワンストロークに1レイヤーぐらいの勢いで描いてます。なんかその塗り方がその塗ってはその透明な色でその透かして下の色とこう混ぜ合わせるっていうか、透明な色で消してその滑らかな肌とかを描くようにしているんで、ワンストロークずつ編集できるようなやり方というかでやってます。すごく便利な機能があって、こういう塗り残しとかをなぞると勝手に塗りつぶしてくれるっていうすごく便利な機能があったりします。平領域フィルっていうツールなんですけど、なんかこういうなんか虫食い穴みたいなのがあった時に、これを一回一回このバケツツールでこう塗りつぶしていくのはめんどくさすぎるんですけど、これだともうなぞったらもう全部塗りつぶしてくれるっていう素晴らしい機能です。考えるときに意識していることは、暗いところはただ暗いじゃなくて、その色相をちょっと変えてやるっていうのは意識してます。そっちの方が変化があっていいかなという。これをそのまま暗くしてやって塗るとこういう色なんですけど、それちょっとその赤色を加えた青というか紫寄りな方向に下地の色と分けてやることによって変化が生まれて綺麗かなという気はしています。
ップスタジオのいいところの一つに、あのいろんな素材が自由に使えるっていうのがあるので、黒い線だとちょっと浮いちゃうかなって思ったりするので、茶化なじませる意味で線の色を隣接する色の近い色で変えてる作業ですね。シワとかはもうちょっと薄くしてやってなじませたりとかしてます。最後ちょっと色をこう彩度とかを若干上げたり調整しつつ、こんな感じですかね。